詐欺農軍区はアメリカ合衆国ミシュガン州ローアー半島の親指の付け根にある詐欺農軍の軍区である。ある程度の自治権を付与されたチャーター軍区の形態をとっている。2010年国勢調査での軍区人口は4万840人だった。詐欺農市が軍区の南東に隣接してあるが管理上は自立している。統計上の目的で国勢調査指定地域が 軍区の中に定義されており、それが詐欺の軍区北と詐欺の軍区南である。詐欺の軍区の統計データはこれら2つの CDP の数値の輪となる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍区の全面積は24.8平方マイルであり、このうち陸地24.6平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は0.56%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。詐欺農軍区は、それを包含する詐欺農軍よりも歴史が古い。1831年、ミシガン順州の1830年法に従って、オークランド軍の一部として詐欺農軍区が組織され、その時は現在の詐欺農軍のすべて、 米軍、ジェネシー軍、ミッドランド軍のそれぞれ一部まで含んでいた。これらの軍の領域が定められ、詐欺能軍の中で新しい軍区が設定されると、詐欺能軍区は今の広さ自覚にまで減った。1857年、詐欺能川の西岸に詐欺能氏が法人化され、その領域も減らされた。ありがとうございます。